Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 161. 今日のゲストは、カナダの金融機関で戦略データ解析部門マネージャーとして勤務する傍ら、海外就職のコンサルタントとしてもご活躍されているみゆきさんです。みゆきさんのお話を伺っていて、海外就職ってあいろんな方法あるんだなと思って、そういう方法でカナダ移住ってできるんだってすごいびっくりしたのと、あとは、 カナダの移民政策っていうのがあの専門的な知識を持ってる人とか社会人経験を持ってる人とかの移民を受け入れやすいあのアメリカに比べてだいぶ移住しやすい場所のようなのであのこのポッドキャストをお聴きいただいている方将来海外に住んでみたいなとか海外でお仕事してみたいなって思われてる方いらっしゃると思うんですけれどもそういう方にもすごく参考になるお話をたくさんお聞きしたのでぜひ最後までお楽しみください。 こんにちは。大人の女性がモヤモヤした。現状から抜け出す。お手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど、周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは、心理学や NLP、マインド、フルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えれば、もやもやから抜け出せるかといった話が中心です。 インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなど受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください エピソードにに入る前に今日は1つ目、ユーデミーで講座を開講しました「世界の成功者の習慣朝活夜活7日間講座」というタイトルで研究結果に基づいた成功者が何をしているかっていうのをお伝えしてそれを習慣化に落としていって自分の生活の中で無理なくできるようにするにはどうしたらいいのかということをお伝えしている講座です。講座のリンクは 小ノーノトにありますのでぜひチェックしてみてみください、えー、そして2つ目のお知らせはいよいよグループ講座イン,インスパイアードライフクリエイターというのを募集を始めます2月中に募集して3月から始めます、えー、この講座は自分を深く知って自分を信じてそして仲間を作って行動していくっていうプログラムなんですがウノーとさのが結構バランスよく組み合わさっていて えー、計画を立てたり行動したりっていう男性的な部分と自分の直感とつながる女性的な部分をコーチングだけでなく瞑想やヒプノーシスそしてエネルギーワークなどを通して拡張していってまた自分を違ったステージに上げるっていうことを目的にしているプログラムです仲間と一緒にそういうことをやってみたい方がいらっしゃったらぜひ参加してみてください参加希望者は 2月中に Q&A セッションをしますのでそちらにお越しください、えー、予約のリンクがショーノートに貼ってありますその他ご質問ある方はいつでも Instagram の DM またはメールアドレスからぜひご質問ください今日はカナダの金融機関で戦略データ解析部門マネージャーとして勤務する傍ら海外就職のコンサルタントとしてもご活躍されている 木村美雪さんをゲストにお迎えしています美雪さんは日本で大学を休学しカナダのカレッジに一年留学した後バーホリビザから現地企業への就職を果たしましたそこからマーケティングのお仕事現在のデータ解析のお仕事とキャリアアップされてきました美雪さん今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございますまず美雪さんをご存知ない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか はいじめまして、みゆきと申します。今年でカナダで働いて11年目になります。26歳の時にワーキングホイデービザを使ってカナダに渡航して、それでカナダの現地企業の仕事を探して、そのまま働いて、今で36歳になります。それでですね、またフルタイムのお仕事のから、オンラインにて日本人が海外で働くこと、就活すること、またビジネス英語のサポートなどをしています。 ありがとうございます。いや、ちょっと11年前に本を出していただきたいんですが <laughs>、<laughs> はい、全然大丈夫です。えっと大学在学中にカナダに行こうと思われたっていうことですか？はい、そうです。あの元々仕事をするのが好きで、早く仕事がしたいってずっと思ってたので、うん、何かもし社会に出る前にもっとスキルをつけたいなと思ったのがきっかけで1年間カナダで留学することに決めました。 あそうなんですねじゃあ日本の大学では何を勉強されてたんでですか日本の大学ではマーケティングリサーチビジネスを勉強していましたあああそういう学部があったんですね日本にもそうですねビジネス経営学ですねあ経営学はいでカレッジではカレッジではイベントマネジメントを勉強していました、えー、あ、面白そうですねはい <laughs>、えー、それであそうかカレッジの時は学生ビザですよねそうです でそこからワーホリービザを取ったそう1回、1年間あの、3年生の時に休学して、カナダで1年間留学して、戻って、日本の大学を卒業して、日本で少し働いてから、その後そ、ね、カナダに戻って、ワーキングホリデービザを使って帰りました。あそういうことなんですね、はいああ。カナダはずっとトロントなんですかそうですね、もう10年以上トロント、うん、オンタリアにいます。いいすね、はい なんかトロント私もあの出張とかで行ったことあるんですけどあ本当ですかめっちゃ寒いっていう <laughs> なんかまつげが凍りそれは冬,冬に来たからですねきっとね <laughs>、はい、夏はすごく気温がいいんですが冬はちょっと寒くなりますね。<laughs> う でもすごくすっごくいいところですよね。ご飯もめっちゃおいしいです。すごい住みやすいですね。もうあまりにも慣れすぎて、もう,もう自分の <laughs> 自分のホームはトロントだと思ってますからね。ああ、そうなんですね。<laughs> はい、なんか移民にもすごく住みやすそうな場所ですよね。そうですね。もうほとんど、うん、カナダは移民の国なので、もう働いている人の中で移民の確率がすごく高いので、すごく働きやすいと思います。ああ、そうなんですね。 じゃあ、そのカナダを選んだ理由とかあるんですか？一番最初にカナダを選んだ理由はありますか？もともとその一年間の大学を探していて、もう結構単純な理由で、カナダの大学はあの公立の大学が多いので、カレッジにいたんですけど、大学が多いので、やっぱり教育の水準が整っているので、その。 めちゃくちゃゃく高くもないかもしれないけど低くもないっていうので選んでいきましたまたあのコープ今最近コーププラグムってすごく日本人の中で大人気なんですけどコーププログラムっていうのがもともと10年前にも実はあったんですよねでコーププログラムっていうのは学校にいる間にもう働ける 実際にカナダの会社で働けるっていうプログラムでそれもあったのもいいなと思って選択しましたあともう一つの理由はあのカルガリに行ったんですがそこの,あの州の税金がないのでちょっと安いんですよねあそうなんですねはいうんじゃあその1年学生で住まれていてそれからワーホリの時はお仕事をしながら住まれてたってことですかえっと 活動して、就職して、もう仕事だけしてますね。あ、そうなんですか。ああ、学校には行ってないです。あ、そうなんですね。じゃあ、あ日本にいるときに、もう就職先を見つけて、行ったってことですか。それは、私をお勧めしてることなんですが、私が、昔がやったのは、もう見つけずに、トロントに来てから。お仕事を見つけました。ああ、そうなんですね。はい。 ワーーキングホリデービザででもも結構普通に雇ってもらえるんですかオープンワークパーミットがあれば、いろんなところで働けます。あやっぱ制限がどうしてもあるんですが、その医療関係とかは働けないんですが。あそうなんですね。なんかアメリカだったらこう、留学生で卒業した後、トレーニングビザなんですけど、それ1年しかないから結構敬遠されるんですけど、うん、そういうことは特にないんですか、うんうん そそうですねその1年しかないっていうのは確かにちょっと敬遠される可能性もありますがカナダではやっぱり移民プログラムが整っているのでやっぱり交渉したいですね。例えば1年間きっちり働いてその後に移民につなげるとかあともし逆に経験を持っている人だったらその経験を生かして移民を申請することをもともと目的にして行うとかやっぱりあとパートナーがいる方とかもたくさんいるのでパートナーがいるときはその一緒に。 コモンローパートナービザを使ってもともと申請するのを目当てにしてやるとか、いろんな方法があると思います。結婚しなくてもビザが取れるっていう意味ですか。そうですね。はい。あ、そうなんですね。すごいですね。はい、じゃあそのワーキングホリデーで一旦行かれてどんな風に就職活動されたんですか。私が行った時はもう。 普通の,あのカナダ人が行うような就職活動を行いました。でもあの日本に行ったときに2年間先に働いてたんですよね。なので日本で働いた経験を生かしてそれを使ってカナダで就職活動を行いました。ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、えっと、普通にオンラインで募集してとかそういうことですか。カナダで就職しようと思ったのはなぜなんですかもともと大学の1年間カナダに行ったときにあもう戻ってこようと思ってたんですよね。 で本当はカナダでそのまま働きたいなと思ってたんですがやっぱり4代の卒業が終わっていないことあともし今後の可能性を見た時にやっぱり日本で少し働いた方が後々日本の企業に対する理解もあるしそういうことも含めてやっぱりまずは日本の4代を卒業して少しやっぱり日本での仕事経験を積んでからやっぱりカダに行こうかなと思ったのが理由です。あそうなんですね、はい じゃあマーケティングのお仕事をされてたんですか。そうですね。日本では、うん、サーチエンジンマーケティングって言うんですか。あの Google とか Yahoo とかバイルーとかそちらの検索キーワードを入れてその出てくる広告を最適化するお仕事です。あ、そうなんですね。はい。じゃその経歴があったからカナダでも同じようなお仕事につく。そうですね。はい。なるほど。それ。 まあそれもそれを目的、ターゲットとして、就職してたのもありますけどね。あそうなんですね、うん、なんかカナダで就職したいと思っている人とかは、どういうふうにしたらいいと思いますかそうですねあのタイプが、まあ、はっきり2つになると思うんですが、やっぱりビザがある人と、ない人がいると思います。ない人はやっぱりその仕事の経験を使って移民の方を進めるようなプランをまず立てて、そこでお仕事を見つけることをお勧めします。 また、あのもうビザとかが、まあ、学校終わってからある人とか、パートナーがいるからある人とか、も住んでるからある人とか、ワーキングホイールビザがある方は、やはりある程度自分の経験を生かした、例えば学校でもいいし、お仕事経験でもいいんですけど、それを生かした内容のお仕事探しをカナダで同じようにするといいかなって思います。移<ー>、はい、移民民のの方っっていうのはその移民だったら取っ てもらいやすい職業とかはあるんですかもちろんありますはいあど,どういうのだったら移民が取りやすいんですか、はい、いろいろそのカナダとアメリカって移民の制度がだいぶ違うんですよねね、あのアメリカって結構やっぱりあの比例的に見るとそのパートナー移民結婚して移民とかそういうのがすごく大きいんですがカナダメインなのは職業 仕事ができる人、その経済活性ができる人が目になっていますので、すごく何個もプログラムがあるんですよね。なので、これだけっていうのが、何て言うんですかね、限られてるわけではないんですけど、例えば、一番多いのは、やっぱりあの IT 関係であったりとか、医療関係であったりとか、デベロッパーとか、解析であったり、そういうテクノロジー関係が一番確かに多いです。 ただ、他の移民も受けられてるんですよね。例えば、最近コロナのことがあった間は、例えばキャッシャーの人とか、普通のレジのキャッシャーの人とかが足りなかったりとか、そういう人たちもウィザーも受けているので、結構その幅広く対応しています。例えば、その全国で見たら、こういった職業が多いけども、この州に行くと、もっと違うお仕事も採用していますよ。例えば 農家で働くとかあとガイドとかそういったお仕事もありますよっていう風にもうのだいぶもう違う風になってますねカナダってその経済成長に対して人数少ないとかそういうことなんですかそうですね移民に頼ってるんですよね基本的にあの人口もやっぱり10分の1ぐらいじゃないですかあのアメリカのようでもだいぶ小さい国広いけど その人口の少ない国なのでそのどうやって経済を発展させていくかっていうとやっぱりその移民を受け入れて人手を増やす日本もそうだと思うんですけどという対策が取っていかないとどんどんその経済発展につながらないんですよね。うん、なので国家戦略としてカナダの政府が推していますね。ああそうなんじゃあ実際住んでみたらどんな国だっていうのはありますか あすごいもうそうですね、実際住んでみて最初の1年,1年目はやっぱり少しその慣れるので大変だったりとか私、やっぱり1人で全部やったのでその仕事探しもそうだしビザもそうだし1人で全部やったんですよね。なぜかっていうとやっぱりその当時11年ぐらい前にやっぱりサポートしてくれる人が少なく特に日本人。 の中ででサポートしてくれる人が少なかったんですよねちょっと日本人の弁護士の方に相談してもちょっと無理無理みたいな感じで言われたりとかして、うん、その頼れる人とかアドバイスしてくれる人とかもいなくてやっぱ1年目はすごく大変だったんですよねだから私が逆にや,りやってあげようって、うん、その彼が進みたい日本人の未来をかけ変えるようにお手伝いをしてるんですけどその1年目は大変だったんですけどやっぱ2年目3年目4年目になるともうどん,どんどんどん楽になって慣れてくるので。 いいですよねやっぱあのワーク・ライフ・バランスも日本と比べてはあると思うのでその長期休暇が取れたりとか1ヶ月休んでじゃあ日本に帰るよとかあのできるしリモートワークもコロナの前から始まっていたのでなんか料理作ったり選択肢の隙間にやりながらお仕事することもできると思うのでいいかなって思います。あと確かにあの忙しい時期もあるんですがすっごい忙しい時もあるんですがやっぱりその波っていうのがあるのでちょっと めちゃくちゃ働きました。すごい残業めちゃめちゃしましたで、次の週とかは調整してちょっとお休みしとか、うん、トイレというとがいいかなって思います。あえカナダって、えっと、国民保険の制度とかありますはい。住みやすそうですね。<laughs> 住みやすいですね。そうですね。そのやっぱり税金は普通にあの高いのであれですがあのヘルスケアも整っているので。 住みやすすいですね、えー、物価トロントの物価とかど、どんな感じなんですかそうですね、そこまで変わらないですけどねその、ちょこっと高いぐらいですかね、例えば食料品、日本と比べたら食料品が少し高いのと、やっぱり住むってなると、そのアパートとかを借りるってなったら、やっぱりどこを住むかですね、東京の都心で住むってなると。 結構お金かかるけども、まあ、カナダでいうともうちょっと広いところに住めたりとかするかなと思うんですけどそ、そこまでそのすごく違うとか思ったことないかもしれないです。ね結構日本からでもトライしやすいかもしれないですね。そうですね。私はそう思います。うん、はい。そうなんですね <laughs> え。じゃあ、その最初にマーケティングのお仕事から始められて、なんかキャリアアップのために。 転職をされましたはいと一番最初の仕事を見つけた時はあの、まあ、最初に言ったように一番最初の仕事を見つけるのは大変なんですよね。なのでちょっと多分自分のレベルがこうある程度あったったらそれよりも低い仕事を私は最初に見つけたんですよね。どうしてかっていうとそのもともと先に見つければよかったんですけど私はもう行ってから見つけてたのでやっぱり時間に追われる。 形だったんですよねなのでその仕事をちょっと経験したらもう次にっていう風にすぐ考えててその次の仕事を見つけてまたその次の仕事を見つけてっていう形で転職をしてで、えっと、ある程度その有名企業に就職のオファーがもらえたのでそこからはちょっと安定した形で3社大企業で <laughs> 働いてきました。あそうなんですすねアメリカとかだったら結構転職するのも ビザの関係でネックになりやすいんですけど、そこも流動的に動ける感じなんですか？そうですね。そのその大企業に入る時、うん、入った時にはもうあの枠ビザしろビザを取ってもらっていてで、その後もう移民の申請をしているので、あのそうですね。そういう感じで来てます。<laughs> すね、なので今自分がすごい転職ばっかりしてるので、そういうのも踏まえて、このランドスケープっていうのに、この状況がよく分かっているのがあって得意な分野です。 最初でもコネとかなくて、就職するので大変じゃないですか。よくコネクションがあるといいって言われてるじゃないですか、外外で。やっぱり、まあ、そういった部分もあると思うんですけど、そこまでだと思います。なので、まあ、あのコネクションでもちろん私もあの紹介をしたり、あの生徒さんに紹介したりとかはしてるんですけど、例えば転職とか、あと就職でしてるんですが、まあ、それだけではないですよね。例えば、うん、ある程度 いい企業になるともうやっぱりもう戦略ですね。<laughs> 私が思うには戦略が必要です。うん、あの就職に対する戦略が必要だと思います。なるほど。はい。えっとじゃあ転職の時も同じような感じですか。転職は例えば日本からの転職には戦略が必要と思います。どうしてかそれはあの海外で発する一番最初の仕事だから。うん。 カナダとかアメリカで経験がない人を採用するっていうのにちょっとハードルがあるんですよねで。それを1回超えて、例えばじゃあもうずっとカナダで働いてたってなったら、もう他の企業はもう,あ,もうあなたのことをやったいたいっていうふうになっていくので、それからは簡単だとは思います。1回だからその一番最初のハードルを超えられたら、もう自分の力でやっていける、あとはもう自分が何もしなくてもアプローチが来るみたいな形になるとは思います。 あなるほどなるほどえはいじゃあ今はどんなお仕事をされてるんですか今はデイタイムお昼の時間にやってるのはカナダの大手金融企業で戦略と解析のお仕事をしています、えっと、最近の一番大きなプロジェクトで言うとコロナで経済的に打撃を受けたお客様がいるのでそのお客様を まデータを使って抽出します。あのこの人たちが今ちょっと金銭的に難しい状況にいます。でその人たちをまた新しくいろんなビジネスのルールや私たちが一番最適かと思われるものをデータをアプライしてリストを作ってそのリストをコールセンターに。 送るるパイイプラインっていうんですか作るんでですす作よねコールセンターを作ってコールセンターに電話をしてかけてもらう。で、それをデータをまた戻してきて、じゃあ、こういうことが良かったね。電話したけど出てくれなかった人はマパーセントいましたね。こういう人たちは出てくれなかったけど、こういう人たちだねって言って、また改善プランを提案して、じゃあ、こういうことをやっていきましょう。じゃあ、電話をかける順番はこういうふうにしていきましょうっていうのを提案してくる形ですね。で、コールセンター、まあ、簡単に言うと立ち上げを数ヶ月で、 で行いましたえそうなんですもともとその部署にコールセンターがなかったっていう意味ですか そうですねあの、うん、特別コールセンターだったんですよね。うん、なのであの支店があったと思うんですけど支店がそのコロナの関係で閉鎖してたんですよね。なので支店で働いてた人たちがたくさんいたんですけどそれがリモートワークになってしまったそういった人たちがじゃあどうやってお客さんをサポートしていくかって中でやっぱりコールセンターに電話がどんどんかかってきたりするのでそういった支店で働いてた人たちがコールセンターで働くように例えばあの プロジェクトがが立ち上がって私たちの部門はそのじゃあどうやってアプローチするかっていうのをどの順番でどの人に電話をしてほしいっていうのを決定してこれがこういうふうにやった方がいいですよって推薦して実際に試作をする人たちがじゃあスクリプトを書いてトレーニングをしてコールセンターの人材を作ってって形で行いました。その視点とかが閉じても いきなりこうもう仕事ないから辞めさせられるとかそういうことはないんですか？なかったですね。やっぱりそうですね。あの結構あの苦しい時はそのやっぱコロナで打撃を受けている中、雇用の確保っていうところはやっぱ金融関連は強かったので、その切るっていうことは少なかったです。 なんかすごいアメリカの会社ととちょっと違うあ本当ですか <laughs> そういう時すぐなんかあのフロントラインの人から切られていく感じなんですけど。あもうすごくす最小限に抑えてましたねはい<ー>なんかあのやっぱりいきなりもう電話が増えてしまったのでもう電話逮捕する人が少ない少ないってなってじゃあまず知識のある人からどういうふうに流動しようかっていうのを考えて行ったりとかあのいろんな対策が取られました。そのやっぱりどうしてもその こんな難しい状況の中、やっぱうちの会社で働いていた人たちは結構守ってあげるっていう形でしたね。どちらかというと、コロナの前は例えば利用具って言って再編成が1、2年に1回は行われるんですが、やっぱり対象はどちらかというと上の方でしたね。ああ、そうなんですね、はいあ。仕事見つけやすいからですかね。 うんとやっぱりその再編成をするのに、やっぱ大きな戦略とかを変える、その方針を変えるってなると、やっぱり例えばチームが 2, 個2ついたら、そのチームの合併をする、だからリーダーは1人でいいっていうこととかは結構ありましたね。うんうん、そうなんですね、はい、でも下の方はあんまり影響がなかったって思います。そうなんですね、はい、あでも、その時々なので <laughs>、あれですけどね。あ <laughs> 私はなんか四半期ごとに利用具のある会社とかで働いてたんで。ああ、すごいですね。<laughs> なんか、<laughs> また来たみたいな。ああ、すごいですね。で,うん、でも、あのあ、今のお仕事は結構じゃ忙しい時は忙しいけど、そうでもない時は普通に 8, 8時間とかで帰れるような感じなんですかそうですね。はい。うん、普通の9 to 5の9時から5時のお仕事です。うん、うん。じゃそれで、 週末とか就業業後に副業をされてているってことですかそうですね。あと、やっぱりもう家から働いているので、その5時から終わった後もあるし、週末とかもお仕事できるし、はい。ああ、そうなんですね。はい、その副業で海外就職のコンサルティングをしようと思ったきっかけを教えていただけますかはい。そのゆりさんもお話、さっきされてたように、やっぱり、 あの海外で働いてると日本人が少ないんですよね。もういろんな私、結構な企業を働いているカナダの結構有名企業をいっぱい働いているんですけどいなかったんですよね、どうしても日本人がその私の分野でもなくても他のパートナーマーケティングとかプロダクトとかデベロッパーとかデザイナーとかトランスレーションとか QA とか、ね、いろんなあのいるんですが本当にいなかったんですよね。 でアジア人が結構多い部,部門もあるに対して日本人がすごい少なくてでやっぱり10年,あの働10年以上働いてて日本人が、ね、まず来て働き例えば大学通いましたカナダ大学通いましたもしくはワーキングホイールビザで来ましたって言ってカナダで働きたいなっていう気持ちはあるのにしもやっぱり行動に移すのが遅かった。 たりとかやっぱその当時私も自分がそのサポートできるまでではの揚力がなかった時とかがやっぱ1年目とか2年目とかあるじゃないですかね時とかはやっぱり何もしてあげられなかったのでやっぱりどうしても日本に帰ってしまってで帰った後にやっぱり後悔したりとかの見てきたのでじゃあ何かできないかなって思ったり今までずっと日本人以外の方のお仕事をさがお手伝いしていてやっぱり私がお手伝いするとどんどん 成功するというかそのいい希望のお仕事をしてそこからもうどんどん上に上がっていく人とかはすごく多かったのでああんかまあじゃあ他にじゃあ日本人にねお手伝いしてあげなきゃねって思ってあの日本人向けに私の自分の得意なところを生かしてお手伝いしてあげれたらなと思って始めましたそのなんていうのにあの海外で活躍する日本人を増やすために始めました。うん 本当に少ないですよね、働いてる人はい、少ないですよ、ね、どやっぱり、うん、すごくいろんなことがあると思うんですけど、やっぱりまあビザの問題と、あとはその周知の問題と、あと自分で頑張ろうって思う人が多いんですよね、基本的にね、日本日本人で、私もそうだったと思うんですけど、なので、そういったところもありますよね。その 私も他の例えば私みたいな人がいたら絶対頼ってた方が1年ぐらい自分のキャリアをスキップできてたのにその自分で頑張ろうとするからちょっと難しかったりとかうまくいかなかったりとかするっていう部分があるかなと思いますあとやっぱ言語ですねやっぱ英語英語の部分でやっぱりちょっともうちょっとサポートをしていった方がいいかなとは思います、うんうん、そうですよねなんかそうそう私も最初 テンプエージェンシーみたいなのあるじゃないですか、日本の、うん、そこに行ったら、もう門前払いで。<laughs> そ,うでそ,うでそうです、そうです、そうです。門前払いです。で、周りの日本人とかは。<も>なんていうんですかね。もう、しょうがないみたいな。あのお給料低いのもしょうがないし、仕事内容が自分の経歴に合わないのもしょうがないみたいな感じで、諦めてる人がすごいいっぱい,いて。で。で、なんか、それで、やっぱ、部下が高いところだと、なかなか。 ね、そんな辛い仕事ってそんな長くできないから、うん、日本に帰った方がいいみたいな感じになると思うんですけどそうですね。そうです精神的なこと なんか中国人とかインド人とかめちゃめちゃ多いじゃないですか多いですねなんかすごい助け合ってやってませんそうなんですよね <laughs> そうやっぱコミュニティが薄いなとは思います、うん、例えばカナダは移民の国の中国とかインドとかあの東ヨーロッパの方とかがたくさんいますがやっぱりそのコミュニティが少ないのもあるしやっぱ悲観的な考え方もともとそれはいいところなんですけど日本人のその完璧を求めるところ でもやっっぱりちょっと厳しい完璧イコールちょっと、ね、基準が厳しいっていうところもあってやっぱちょっと悲観的な考えをする方とかが結構その私が探してた時は多かったので「無理、うん、無理」無理って言われたりとか「そすごく無理」って言われたりとかそのずっと住んでる方に相談しても、うん「ちょっと難しいね」っていう風に <laughs> 言われたりとかして。 そしての添付とかその人材派遣会社とかに聞いてもやっぱりその人材派遣社会社は基本的に持っている日本の案件がほとんど日本人が対応しているとか日本の案件がほとんどなのでもともとビザがある人じゃなく雇わないしすごくやっぱ日本の考え方にあの固執しているところを持っているところがあるのでちょっとそういう感じの。 ことになりますねなので、うんまあ、そういうところでいいところもあるんですよ。例えば、日本独自の文化で働けるのも悪くはないかなとは思うんですが。うん、なるほど、なるほど。そうなんですね。じゃあ、そのコンサルティングって実際には、もしみゆきさんにお願いするとしたら、どういう感じになるんですかはい。今、グループで行ってるんですけど、その大体1対1で行ってもいいんですけど、2人,2人以上で、例えば、じゃあ、 あなたはどんな職業、まず職業ですよね、どの職業でつきたいかをお伺いして、その中で、じゃあ、まずはお仕事探しの探し方で一緒に実践してもらいます。で、その次は、じゃあ、お仕事探しをした後に、じゃあ、履歴書を作ってもらいます。で、履歴書を作ってもらう、どういうふうに作るかをアドバイスしたり、私も実際に今はもう添削も行ってます。ちょっと書き換えたりとかをしています。で、その次は、リンクドインとカバーレター、まあ、いたい死亡。 履歴書ののようなもも、ね、を作ってもらっててら完成させますそれが全部整った時点でもう応募ができるので,でどんどん応募してもらって最後は模擬面接の練習をして内定につなげるっていう形ですね。なのでもし海外で転職を希望海外でいずれ移住したいっていう方とかもサポートしています。その人たちの方が逆に私はもともとの仕事の経験がある人が多いのでそういう人たちはそういったあのサポートをしてきます。 海外でじゃあの、返信が来るような。うん、あ日本にいながら、サポートしてもらえるっていうことですか。あはい。あの<あ>オンラインで全部やってるので、はい。そうですよね。今、なんか面接とかも、Zoom で済みますもんね。そうですね。うん、アメリカ、すっごい人材不足なんですけど、まあ、業界によると思いますけど、はい、今、カナダも結構、はいす、すごい人材不足です。ですね、基本的にどこの業界も、めちゃくちゃコロナで打撃を受けてる業界以外は、やっぱり基本的に人材不足。 ああ、そうなん、ね。深刻です。はい。じゃ、今結構いいかもしれないですね。そうですね。うん、じゃあ、その就職した後、引っ越さないといけないですよね。はいはい,はいはい。それだけでも相談しても大丈夫なんですか。<laughs> もちろんです。あの、私が住んだことある地域がトロントとカルガリーなんですよね。で、まあ、まあ、大きい都市のアカ、ナダの中で,で、バンクーパーはあまり住んだことがないので、あれなんですが。そのある程度のサポートとか、できると思います。はい。 <laughs> そうですよね。だって、あのアパート探しとかも。最初は何がなんだかわからないですよね。<laughs> ああ、そうですね。私もあの聞かれたことあります。はい、でもそういうのは大丈夫だと思います。そのやっぱりそれもやっぱりどうしても日本で住んでると。 その英語の英語使わないじゃないですか日本日本にいたらそんなに英語を使う仕事って見つけてもそこまで使わないじゃないしそうん、じゃないじゃないですか、うん、日本でいいお仕事ついて成功日本で成功するのに英語はそこまで不可欠っていうわけではないと思うのでいらないのでじゃあその海外に働くのに対してやっぱり少しずつブラッシュアップをしてくるのもちょっと大変かなとは思います来る前に <laughs> じゃあ例えばなんか美由紀さんが今 サポートされる方だったらなんか英語力なんかテストいっぱいあると思うんですけど、うん、どれくらいだったらまあこれくらい以上あれば就職できるんじゃないぐらいの目安とかありますかもうあの職業によって全く違うので、うん、その目安はつけてないです、うん、であとは基本的に私はそのやっぱ自分の意思だと思うんですよねやっぱ英語っていうのはただ単に伝えるコミュニケーション ののツールなので英語が必要だから英語が先じゃなくてやっぱり意思自分の意思とある程度やることですね例えばじゃあある程度自分が英語をできてると思ってもできてないって思ってる日本語人がすっごい多いんですよね。なん, <laughs> なんかあの話と例えばするとなんか何が足りないと思いますかっていう話をした時に英語が足りないと思いますって言われたんですよね。で 英語が足りないって言ってじゃあ英語で話してみるとカナダで働いてる移民の人たちと比べてはるかにできる言語力を持ってられる方とかもいて。 いやいやいやもうもういらないよもう全然十分だよねっていう話でじゃあそこじゃなくってじゃあ何が今足りないのかっていうとやっぱり仕事をするってなった時にじゃあ仕事をする際のその経験はありますかその例えばどうしても日本で働いてて海外で働くってなると全く違う職業をしたいっていう人も結構いるんですよねなのでじゃあ その仕事をしたいっていうのなら、その仕事をする、日本でするぐらいの経験は、できるぐらいの経験はまず、もうありますかじゃあ、ありますってなったら、じゃあ、それを英語で話す。 の力はありますか英語でできる力はありますかっていうところにフォーカスして、いって仕事で使う英語をちょっとサポート、うん、ブラッシュアップする形ですね。ねなので、もともとこれまでないっていうようなことはそこまでしてません。うん、であの、やっぱり意思の問題なので、もし自分持ってきてても、いや、まだ自分はと思ったらどうしてもその意思でちょっと自分が後ろに引っ張られちゃう部分があるので、うん、本人の ややるる気気ですね本人のやる気があればえっとじゃあちょっと今まであのお仕事の話すごいいっぱいお聞きしたんですけどっていうのは、はい、多分このポッドキャストを聞いてらっしゃる方の中には海外で就職したいけどどうしたらいいのかわからないっていう方結構いらっしゃると思うので詳、はい、しくお聞かせいただいたんですが個人的なことをお伺いしたいんですけど、はい、ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事っていうのが まあなんか精神的に成長したみたいな壁を打ち破ったみたいな実は考えてたんですけど <laughs> これって一つっていうのがなかったんですよねなのでなんかまあずっとその長年を感じたことっていうのをブレイクするっていうとやっぱり日本で私は生まれて育って私は普通の小中高に通って結構普通の教育を受けてきてるんですよね,ねだから日本の文化とか日本の当たり前が分かって で当たり前で育ってきてたんですけどやっぱり海外に出ると日本の当たり前が世界の当たり前とは違うことがよくあるので例えば日本でいるとなんかこうしなければならないこうやらなければならないとか自分がこうに足りてないっていうそういった当たり前って思うことが結構違うことがよくあるのでそれがブレックスールとして、うん、じゃあ とらわれないい考え方ってその一つの出来事ではなくて何回もいろんなことを見ることによって海外で,であの移民の方にお話しするとか日本でに海外から来た方にお話しするとかどこでもいいんですけど海外で成功してる日本人の人とお話しすることとかによってそういうのを気づきがありました。んそうなんですね なんか特に移民が多いところだと結構もう本当にいろんなものが混在してそうですよね。そうなんですよ。もうなんかもう一つが正解じゃないっていうのが当たり前の世界ですね。はい、じゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいですかそうですね。基本は拠点は、まあまあ、カナダなんですけどトロントバンクーバーカルガリーなどの大都市。まあ、あとは他の大きな都市を 日本人が好むような都市を巨人にするんだけど、やっぱり日本で生まれた日本人が活躍できるようなあの世界を作りたいなと思っています。で、そこからまた羽ばたいていくという形ですね。うん。なるほど、いいですね。ありがとうございます。えー、日本人が世界で働いたら何がいいと思いますか自分にとってですか。か働くものの。はい。やっぱりその日本の,そのこうでなきゃならないっていう。

自分の意思自分の考え、自分を活かせた仕事の働き方ができるっていうのはもう確実に私は思います。例えば、私も日本で働いてたので、すごいよくわかるんですけど、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないって言われて働いてきたよりは、じゃあ自分で考えて、自分でこれがいいと思うからこれをやる、これが好きだからこれをやるっていうふうに、例えば実際に仕事に働いたとしても、そういうふうに、何ですかね、自主的に自分が主導になって考えれることはいいかなとは 思います、うん。そうですね。そうです、ね。あとはやっぱりワークライフバランスでしょうね。うん、やっぱり日本で働いてるともう残業。私も毎日残業。日本の東京の会社で働く。ではもう毎日残業して残業しないとお金も足りないみたいなあの状態。 あのブラック企業で働いたんですよね、私1年目に。なんかあのブラック企業で働いて、ですごく大変なあのお仕事を、ね、通勤もラッシュで働いて、朝もちろん行ってタイムカードを入れてで、そこで働いてっていう生活をして、でカナダに来て仕事をして、どんどんやっていたので、やっぱりその差は激しいですね。その残業って言ってて言も カナダでの残業はやっぱ自分がしようと思ってるからっていう残業もっと上手くなりたい、もっといいものをしたい、もっと貢献したいって思って残業して、その自分で調節して残業するってことは多くて、例えばめちゃくちゃプロジェクトが忙しいときは、ちょっとごめんなさい、ちょっと働いてくださいっていうことも本当にたまにありました。でも 言それはもう,うまくプロジェクトをうまく成功させたいと思うからでもやっぱ日本になると結構仕方がない仕方がないから働かなきゃいけないみたいなのがあったりとか辛いけどやらなきゃいけないっていうのがよくあったりとかあとはもうあまりにもワークホリックっていうんですかねその仕事大好き人間が日本でもうじゃうじゃいるんですよね。 本当にもじゃいですよね<ー>、でその中で働くとああ私まだダメなのかなとかって思ったりするじゃないですよなんかあのよく思うんですけども ね、仕事が大好き、もう本当に大好き、日本でいると大好きで、休憩してる時も,も、もう仕事も大好き、大好きでてはあの日本の,あの大震災があの、津波があったのがありましたね、あのニュークリアリアクターが、あ,の、はい、あった日があった,のあったと思うんですけど、あの地震があっ,てあった時に、東京で私、働いてたんですよ、その時にに。ちょっと地震があって、じゃあ、みんなで外に出て。 ね、みんなで外に避難してその時の会話が「ほ、は、よ、あ、く来い」って仕事したんだ <laughs> って私の同僚がそれ言ったんですよねでえー、っと思って自分の安否よりも <laughs> 仕事したいんだと思ってそれでちょっとあのギャップを感じましたねえあ自分の安否 <あっ S 1> 家族の安否よりも仕事 <laughs> と思って。<laughs> 早く帰ってパフォーマンスのチェックしてこれやってそしたらあああげるっていう話でいやや,やっぱり違うと思ったりとか <laughs> あと結構そのニュークリアリアクターってその何ていうの発電所がの大変なことになっていて、うん、あの爆発が起きてるニュースがテレビでやって。 てはい、そこで居酒屋でちょっと休憩してたあの行くとこがないから同僚とご飯食べて飲みながらの電車とかも泊まってたので行ってたらなんかもうのんに仕事の話しするんですよね皆さん。え,ー、えーと思ってもうなんかあなんかもう私はも,もう自分の家族とか友達とか。 自分の安否のことでも将来とかことしか考えれないのに同僚のいくつかの方たちはやっぱ万が一のことがあっても私は日本で他に行くとこもないし行きたいとも思わないし日本で最後にいたいって言われてああちょっと違うなってそういうのもあってやっぱり。 仕事に対する考え方がもうちょっとやっぱ違うなとは思いますね。やっぱりカナダだったら仕事もちろん大切。でもなんで仕事をするかっていうとやっぱ自分の生活のため、自分の家族のためっていうのがもう一番のメインに合うんですよね。それが当たり前の社会だと思うんですよ。で、それ仕事でもちろんやりたいと思うけどでも家族が大切っていうのがメインに来てると思うんですよね。ただやっぱ日本ではそれじゃちょっと違うかなっていう部分はたくさんあって。 あるかなと思うので、やっぱりそれがありますね。私は、うん、そその違いがあるので、その <laughs> 充実として生活そしてワークハーライフバランスもある仕事をするってなると、やっぱり、うん、カナダで探してもいいんじゃないかなと思います。うん、例えば、もっとすごく私はもうそんな優秀、私少全然優秀な出身で同じブラック企業で働いてるし、大学も自己推薦で入ってるし、普通のところが来てる人間ですけども。 もっと優秀な方たちにもトロントでお会いして例えば東大を卒業しています。で、日本でもいい仕事に見つかります。でもトトロントの方が いいです住みたいです住みたいですうん、うん、って言った理由はやっぱりワークライフバランスがあったりとか自分がしたい仕事をできるっていうのが決め手なんじゃないかなって思いまして、うんまあ、いずれはそういった傾向がどん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 進めばやっぱりそれを逆にじゃあ日本に持って帰って日本の働き方の改革っていうふうにもつながるんじゃないかな見直しっていうのにもなるんじゃないかなと思うんですけどやっぱり最初は小さいことから小さいことっていうか日本人が海外から働いてその違いを 分かっていくことから始まるんじゃないかなって思います、うん、はい、ありがとうございます、えー、<laughs> じゃあ最後の質問なんですが、はい、今もやもやしているっていう方にでこれから自分の道を作っていきたいなって思っている方に一歩踏み出すアドバイスをお願いしますそうですねそのやっぱもう10年働いててやっぱり海外で働くっていう敷居がどんどん低くなってると思うんですよねやっぱり移民がもっと受けられてる時代になってるので、うん やっぱ人材も不足している時代なのでそういったことを、まあ、チャンスと考えてそのちょっとあ私は無理かなと思うかもしれないですけどよく私スキルないんですよっていう人が多いんですけど実はスキルって何でも仕事はしてらも何でもスキルがついてるものなんですよねなのでそれを活かしてじゃあ挑戦してみようっていうふうに思ってもいいんじゃないかなって思います、うん、ありがとうございますプレゼンの仕方次第ですもんね <laughs> 戦略です <laughs> じゃあみゆきさんのお話を聞いてみゆきさんのことをもっと知りたいとかあのサービスを受けてみたいっていう方がいらっしゃったら、はい、どちらに行けばいいですか一応ホームページもあるんですけどインスタグラムの bythewest.jp、e e、にていろんなもっとあの情報とかを発信してるのでそこから あのダイレクトメッセージをいただいたりとかすればいいかなと思ってます。それまた、このインスタグラムのプロフィールにもリンクが貼っているので、細かいあのサービス内容とかもサイトから見れるようになっています。はい、ありがとうございます。みゆきさん、今日はお仕事の後に。<laughs> <laughs> いいとんでもないです。本当にゆりさんに会えてうごしいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。 実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方などを周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録、星マークポチッと、レビューの方もよろしくお願いいたします。現在、 セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また、無料のフェイスブックグループ、Happily Ever After Mirai Design ではメンバーを募集しています。世界各国から自分を、自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから、 参加登録をすることができますのでよろしくお願いしますご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方はホームページ www.yuri-media.com をご覧くださいこちらもショーノートにリンクがあります